湖高滝湖のほとりにある、高滝湖グランピングリゾートにやってきました。気持ちいい。廃校となった小学校の校舎や体育館を活用しています。レンタサイクルも借りられますね。あ、じゃあこのコロナ禍でも安心してレジャーを楽しめる。そうですね、あとはお客様にそのままメールを送らせていただいているので、はい、もう来ていただいたお客様はその番号と届けばチェックインも自動でできるみたいな。チェックインも人に会わずにできる。テントは全部で24棟あります。宿泊スペースはドームテントになっています。白が眩しいです。すごい白を基調としたドームが並んでおります。かわいい。ドームの中は涼しい、エアコンが効いてます。ベッドがあってハンモック、このカーテンを開けるとクリアになっていて景色が見えるようになってます。快適、涼しい。あ、もうベッドの上にも小窓がありますね。各ドームの隣にバーベキュースペースが、屋根付きのバーベキュースペースがあります。中にあるテーブルをこのスペースに外に出して外で楽しんでもいいですし、屋根のあるところで、雨でも安心してバーベキューが楽しめるというスタイルになっているそうです。ワンちゃんと泊まれるところもあります。かわいい。足洗い場があって、サークルが囲みがあるのでこの中で自由に走り回れます。大型犬の方も来たりしますね。いいですね。大きいですね。全然雰囲気が変わるんで。失礼します、はい、おー、ベッド同じで大きさです。あ、ベッドは広さは同じなんですよ、はい、ちょっとこっちの方が三角になってるんで少し狭まった感じがしますけど、広さ的には全く同じです、はい。え、何人まで泊まれるんですか？14人ですね、はい、ダブルベッドの近く。すごいクリアドームです。丸見え。いや、空が見えますね。寝転がったら星空も見えるんじゃないでしょうか。もちろんカーテンは閉められるようになっているので、着替える時とかね、閉めて景色を楽しみたい時はこういう風に開けて、ちょっと非日常を味わえる空間ですね。夜はキャンプファイヤーがこちらで囲めるそうです。そしてこのスクリーンには映画が流れる、でジャズが流れるそうです。おしゃれ。シャワールームは校舎の中にあります。あ、学校っぽい。
あ、すごい。カオシャレですよね。アメニティが充実している。ドライヤーもあるし。あ、手ぶらで来れますね。有料の貸し切り風呂が4つあります。1時間2000円です。こちらが有料のお風呂です。すごい。お子さんと一緒に入れます。見てこれ。見て。やばい。すごい。懐かしい。ありましたね。バスの中でも遊べるそうです。子供が遊ぶスペースもあります。なんだろう、これどうやってやるのかな。こうかな。